それで、何があったの？聞かせてよ。私でできることは協力するからさ。さっきも言ったけど事故だよ。同じ過ちは二度と犯さないでもいいけど、どうせなら再度起きた時の対処法も私たちで考えておきたいんだよね。同じ潜伏地なわけだしね。ご迷惑じゃないでしょうか。みんな何かしら迷惑をかけてるよ。メディアは何度も作戦ミスをして困らせたことがあったし、ゼッカちゃんは日本語以外ダメダメだし、カナちゃんは家事なんてしないし、ハクちゃんはコミュ障だから他人と話できないし、私なんて会話はできるけど呼び書きなんて全然だし、ココカちゃんと同じ拒絶体質だしね。タピアさんもそうなのですか？そうだよ、オーラでごまかしてるだけで少し歩くともうダメ。さっきココカちゃんに叩かれただけで猫熱で寝込むほどだよ。それで WCGT でベスト4、すごいですね。私とは全然違いますよ。違わないよ、きっとこれからココカちゃんも私と同じ、いやもっとすごいことができるかもしれないんだよ。なんたってメディアがすごく欲しがった人材だからね。今はダメ、はこの先どうにでもなるよ。だからこそ今ぶつかった問題を一緒に考えよう。そうですね、では昨晩のことを説明します。オーラの感覚、意識を集中させてるのに全然わからない。いろいろ試行錯誤してるのに。ことかちゃん、どうしてもつかめないときはね、あえて一点に集める意識してみて。例えば体の血流を認識したいとき、ぐっと血管を抑えて少しして離すと一気に溜まった血液が流れる。多分ことかちゃんはもともとのオーラ量が少ないから、他の人に比べて感じ取るっていうのが難しいと思う。普通は肉体の鍛錬をしてオーラ量を増やしてから認知させる。ゼッカ様もそうしてた。ことかちゃんは最大オーラ量が今まで 0.1 程度だったのが10にまで上がった。でも一般女性のオーラ量は約100ほど。認知できる人はだいたい1000超えたあたりから、5000超えたら 100% 何かしらの形で認知できる、1万超えたら実践的なオーラという技術が使え、10万から第2オーラ、属性持ちのオーラが扱える。10万超えて、第2オーラを覚えたらそこからのオーラ量増幅は容易。問題は1万オーラ以下。ここは地道な訓練と才能が必要。つまり今の私は段階を飛ばしてるから認知するのはかなり難しい。だから慌てないでってことでしょうか。ですが一度は使えたんですよ。なら次だって。そうだ、人格解放。あの時の感覚です。あの時はメディア様のアシストのおかげで扱えましたが、また感覚で行えばオーラもうまく扱えるのでは？人格解放。何を？ごめんなさい、気にしないでください。はぁ、そうですよね、理屈もわからないのに。あれはメディアさんのおかげでうまくできただけ。でも私、あの時オーラという感覚は一切わからなかった。ずっと温かい空気が私を覆ってくれてるような、内部からは何も。だいぶ。まさかあの時、私は自分のオーラではなく、周りのオーラを。でもそんなこと。でもせっかくだから、試してみよう。私の内部ではなく、体の皮膚から感じる感覚からオーラを。深呼吸、深呼吸、思い出して、外から力をもらうあの感覚。なんだ、この感じたことのないオーラ？深、月、霊、陽、鬼、魔、特殊、重力、どれも違う、感じたことがない。まずいよ、もう10を超えた、なんて、ちょっと、ことかちゃん、待って。なんだこれ？私の中に入り込んでくる。気持ち悪い、ちょっとちょっと。何をしてるか知らないけど、これ以上この空間からオーラを奪わないで、空間が壊れる。カナちゃん止めて。ことかちゃんか。ことかちゃんか。何を騒いどるんや。ああ、あれはまずいねー。見境なくオーラを吸引してる。吸収支配のワールドドレインってところだね。吸引止めないと大変なことになるよー。早くあの吸引を止めないと壊れるよー。気を失わせるしか。どいつもこいつも。私を見るなー。すごい威力。これは多分能力暴走だよ。扱いきれない能力を使えばこうなる。しかももっとまずいのが。よりにもよってオーラ吸引。普段ではありえないようなオーラを一気に蓄えてる。このままだとオーラによる精神異常、オーラのオーバーヒート、同時か、オーバーヒートが先か。命に関わるよ。このオーラ、全部もらうよ。相場に使う。どいつもこいつも、私に関わるな。真剣に。これは視界の対象物を完全に凍らせる、透明感。しかも能力維持を強制的に終わらせる能力付き。聞いてた全自動全能視界の歌姫、かなり厄介。スピアが結構吸ってくれたけど、まだまだオーラは溜まってる。全部吐き出させないとまだ危ないよ。私の責任だ。私が止める。あー、ちょっとまた。ヤギカ蓬莱キリコアキ。なんだ、ずっとどうなっている。ずっと止まっている。不愉快だ。ずっと私ばかりを見て、なんで私を見る。見るな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 。なんでこんなにも腹立たしい。なんでこんなにも見られる。なぜ私の不幸を誰もが平気で見ていられる。大
誰も同情はするくせに手を差し伸べない。ひどく傷ついた後に優しい顔で助けてきたり、優しくされても遅いんだよ。私はもう偽善で笑う連中を見るのは嫌だ。まずい気がする。かし、引きこもりを使ってじゃないと全開飛行道突破されるよ。やつか蓬莱。引きこもり邪魔をするな。かなちゃんの言った通りだった。即座に私のチーフ脇を壊した。やつか蓬莱、チーフ脇、時間の概念を狂わせ、錯覚させる。引きこもり、決勝内で3分以内の出来事を何度も繰り返す。決勝から出ても同じ。白は技選びのタイミングが下手くそだから、私がこうやって指示してあげないとまだまだ危なっかしい。白、タイミングを合わせて引きこもりを解除して、私が一気にオーラを回収するから。なに、あのいびつなのは。天気蓬莱当然上来から急車。天気蓬莱当然上来から急車。上来から急車。天気蓬莱当然上来から急車。やつか蓬莱、封印。かなちゃん、今多分死んでたよ。でたらめだ。呪文を唱えてそれが反響したのは分かったけど、気づけば体全体が無理やり。カカカちゃん、冷静になって。このままだと犠牲者が出るよ。私、悪くない？みんな、私の不幸を謝れ。それで外に出たら私に声をかけられたと。はい、私もその時は見られることにすごく嫌悪感が生まれて、なぜか暴力的な衝動に。見たらすごく嫌な気持ちになる。か、昔見られることで嫌なこととかあったの？はい、少なくとも幼少期、両親が不在でシア姉さんはヘルパーさんだということで、周りからの親からの同情、距離を置かれることもあれば、子供時代、無礼なことをたくさん言われ続けました。すぐに思い当たる時点でそれだね。嫌なトラウマがどうしても感情に出て、行動に出ちゃったんだね。はい、今でこそありませんか。ネクラとか、巨弱は嘘で需要をずるしてるとか、か弱いぶって男に首を売ろうとしてるとか、いじめってやつだね。せっかちゃんから聞いたことあるな。せっかさんもいじめに、いや、せっかの双子の妹の、大花ちゃんだっけ？その子がいじめられたり、バカにされていたのを暴力で黙らせたって。やっぱり姉妹なんですね。私のいじめを全面的に助けてくれたのが、結果先輩でした。そうなの。あなたがつくよみことかちゃんね。ちょっと時間いいかな。上級生、しかもこの人、あの引き結果先輩。学園の、いや世界の有名人がなんでこんな私に？昔私をどん底から救ってくれたのは月下先輩。多分それは偶然で、月下先輩からしたら誰でもよかったのかもしれない。あの人は自由だった。何しても一番、人望もあって、月下先輩を嫌う人なんていないって思った。私にとって高値の存在だった。だから聞いたんです。どうやったら嫌われないようになるのですか。って、ならなんて言ったと思います。私を嫌う人のことなんて考えたこともない。考えたって意味ないし、結局解決する話でもない。関わりがない以上本能で嫌われているのだから仕方ないわ。それより私を好きでいてくれる人にどれだけ好意を返すか、それが重要なんだと私は思うな。最初は意味がわかりませんでした。ですがこの人がいて、この人の言葉、教えがあったから私は人を恨み続ける人間にならなかったんだと思います。私を嫌う人のことなんて考えたこともない。考えたって意味ないし、結局解決する話でもない。関わりがない以上本能で嫌われているのだから仕方ないわ。そもそも私もそんな奴嫌いだし、私の不幸を願っている奴の前で最高に幸せそうな顔をしてやるのが最高に気分がいいのよね。そもそも、ちょっとしたことで優劣つけてたかだか学園内という狭い世界でしか言われない。それどころかまともに喧嘩もできないから陰でコソコソしてるような小物は見てて哀れだわ。月下よ、中学2年になってから調子に乗っておるの。お主より優秀な奴はまだまだたくさんいるのじゃぞ。時間の問題でしょ。それにまずは目の前の後輩ちゃんを助ける。私の学園でいじめとか情けないわ。私が守ってあげないと。神聖樹学園のドンとしてね。お主が一番狭い世界で威張っておるじゃないか月下よ。情けない。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。
しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。